こんにちは、兼業主のケンです。今日はハッセルバックポテトを作ります。ハッセルバックポテトは切れ目がたくさん入ったベイクドポテトで、華やかな見た目なのでバーベキューで作ると喜んでもらえます。今回は切れ目にベーコンを挟んで焼くものと、仕上げにガーリックバターをかけるものと2種類作ります。どちらもとっても美味しいのでおすすめです。それでは早速作ります。はい、まずはね、ベーコンの方からいただきます。うん、おいしい。やっぱりね、こう時間をかけて焼いてるので、すごいね、ホックホクに仕上がってます。またベーコンの油を吸っているので、ね、すごいね、食べ応えがありますね。うん、これめちゃくちゃ美味しいです。はい、次ね、ガーリックバターの方もいただきます。うん、あ、すごいすごいガーリックが効いてて、これも美味しいです。ベイクドポテトということで副菜っぽいんですけども、特にこのベーコンの方は肉の脂とかも含んでるんで、とってもね、食べ応えがあります。もちろんお肉の付け合わせとして、ね、とっても合うんですけども、まあ、それだけじゃなくて、これ単体でもビールが進む一品です。レシピの方は下の概要欄にまとめてありますので、ぜひね、作ってみてください。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルではキャンプ場でも簡単に作れる料理を紹介してますので、ぜひチャンネル登録お願いします。それではまた次回、バイバイ。